早速始めたいと思います。時間です。先日ですね、今週の火曜日ですか、山崎拓さんから日本記者クラブにですね、緊急会見の申し出がございました。で、日本記者クラブとしてはですね、新安保法制に対する、意見表明だということで、幅広い、意見を世の中に提供するために受けました。で、今日の段取りです。まずですね、山崎さんから、皮切りに発言をいただいて、それから亀井さんからですね、全体今回のこの会見の全体像について、プレゼンテーションをしていただき、その後それぞれの方々から、5分ずつですねコメントをいただき、そして皆さんからの質疑を受けたいと思います。ではまず山崎さんからお願いいたします。倉重さんからご指名ございましたので、一言だけ、開会にあたりまして、この顔ぶれが揃いました経過経緯につきましては、もともとご発声人が亀井、静香さんでございますので、亀井さんからお話をいただくことにいたします。ここは誠先生もご出席の予定でございましたが、呼んでおらない事情がございまして、出席しかねるということになりましたので、私ども4人で、参上いたしました次第でございます。我々の共通点はですね、戦前、生まれで、あるということご案内と思いますけど、藤井先生が現在最年長で82歳になられるということですが、竹村先生が80歳、亀井さんと私は同年でございまして78歳でございますが、我々が一番上でございますが、昭和11年生まれでございますので、戦争を直接間接的に体験した者がこの法案について申し述べるという形になろうかと思いますが、かつて自民党に席を置いた者ばかりでございまして、で、かつ、かなり幹部を務めてまいりましたものでございますので、そういう立場のものが今日出席させていただいたと。で、そもそも論は亀井さんからお話しいただくことにいたします。どうぞお聞き取り願いたいと思います。はい、では亀井さんお願いいたします。ご紹介をいただきました、あんまり評判の良くない亀井静香でございます。先日古賀さんも入って5人で、飯もでもこうやとということで、ね、意見交換を したわけでありますが、その時の5人の共通の認識というのは、日本が戦争に負けて以来、今ある意味では最大の危機に直面をしていると、そういう点で我々の気持ちは一致をしておったわけであります。今後我々がじじいだからといって、こういう危機に黙っておるわけにはいかんだろうと、そういう意味で共同記者会見ということで、我々の思いを政治の場におられる方々、国民の皆さん方に発信しようと
ということになりまして、今日になったわけであります。ご承知のように、日本は戦後国際的にいわゆる普通の国ではない国でいくということを国是として進んできたわけであります。それを一内閣が内閣だけでこれを変えてしまう、ルビコン川を渡る、そういうことにしてしまったわけでありますが、当然ながらワニが出るかサメが出てくるか、それを我々は制御することはできません。ですね、今いかだで渡るのか、泳いでいくのか、いろいろと細かい議論を国会でしておりますけれども、だけどどうですか皆さん、相手は制御できません。相手が勝手にやってくるわけでありますから、必ず戦死者が出ます。今リスクがあるないなんてことで言っておりますが、そんな生やすしいものじゃない。戦闘行為をやって戦死者が出るのは当たり前の話です。出ないってことはありえません。これはにもかかわらず一内閣が一国会がそのことを今議論をして決めようとしてますね。しかもね、一国会でそれをやっちゃえと、子供が考えても無茶なことがまかり通ろうと今してますね。ある意味では国会議員だけで国税を変更するようなことを決めるわけにはいかない。国会議員は出てきたり引っ込んだり、そういう激しい移動もしている。内閣もできたり潰れたりしている。こういう基本的な問題については国民の意思を問うということが当たり前だと思いますよ。子供でも分かる常識です。それをしないで国家の在り方、それをガラッと変えようとしている。私ども戦前に足を突っ込んでる政治家でもあります。この際そういうことで参ったわけでございますので、後ほど皆さん方からいろいろなじじいが撤去しようとしてるわけでありますから、もうちょっとね、強くを使ったらいいよとか、腰をちゃんとあれしてやればいいとか、ぜひ、アドバイス、ご指導もいただければありがたいと思います。以上です。はい、じゃ続いて山崎拓さん。わかりました。じゃ藤井さんじゃお願いします。はい。選挙演説じゃないもんで座ったままでやらせてください。
選挙演説だと大冗談の話になりますから、この間ですね、どっかのテレビで亀井さんと対談やったことがあるんですよ。その時あれを言えと、こういうことなので、そのあれを言います。まずですね、今国会で始まってますけれどもね、嫌いがどうだとかああいう話は極めて具体的すぎる話でしてね、根っこは何かっていうとですね、去年の7月の集団的自衛権だと思うんですよ。これが全ての根っこにあると思います。それからいろいろ派生的なものが出てるんだと思うんですよ。それでそういう意味から言いますとね、集団的自衛権って何だということから話を しなきゃなんないんですが、ちゃんと書いてあるのでそれははしょりますがですね、去年の7月にですね、自公体制でやった、あれは極めてインチキな文書なんですよ。初めの新3項目というけど、あれは個別自衛権の話なんですよ。もう日本がどうにもならないときとか、それでも必要最小限とか、他に方法がないとかいう、これ個別自衛権の話なんですよ。それでその頭にですね、他国が攻撃されてもってくっつけてるだけなんです。これを入れることによって集団的自衛権だぞということを言おうとしてるだけのことであって、私は極めてインチキな文書だと思ってます。あれは個別自衛権の話であるということをまず申し上げられると思います。そこでですね、集団的自衛権って何だっていう話ですが、これは完全な対等の軍事同盟です。対等の軍事同盟が集団的自衛権であるということをまず申し上げておきたいと思いますが、日本は2回対等の軍事同盟を結んでいます。第1回が明治35年の日英同盟です。第2回が昭和15年の日独伊三国同盟です。この2回しかありません。戦後はありません。よく岸さんの下にいたもんで言いますけど、岸さんがですね、あれ日米安保やったのがこれだと言うんですが、嘘です。これは嘘です。なぜかというと、アメリカは日本を守る義務がある、日本は土地を提供する義務がある、それができるかできないか嘘じゃないかって当時だいぶ私たち言われましたけれども、そういう建前でできておりますから、決して集団的自衛権ではありません。戦後にやっている代表例がですね、 NATO 条約なんです。 NATO 条約がありますが、戦後は日本にはありません。そこでこの集団的自衛権といいましょうか、対等の軍事同盟の特徴があります。一つはですね、仮想敵国を必ず作ることなんです。これをまた安倍さんは嘘を言って、どこの国も仮想敵国にしませんというけど、これはこの何て言いますか、集団的自衛権の本質なんです。仮想敵国を作るということは、例えば日本で言うとですね、日本の戦前で言うと、日英同盟は旧ロシアを仮想敵国にしたわけです。日独伊三国同盟の話はくそするだけで1時間ぐらいかかっちゃうんで読めますけれども、本当はその日独伊防共協定から始まってる話ですから、何かといえば、ね、当時のソ連を仮想敵国にするはずだったんです。ところが中独大使の大島と中伊大使の白鳥がヒットラーに言われて、そうじゃねえんだと、民主主義国家もみんな敵にしちまえと言って大喧嘩やってるわけですよ。その時に外務大臣やった有田八郎はそれで辞めてるわけです。それに引っ張り出されて辞めてるわけです。で、要するに仮想敵国は本当はソ連だったんですが、現実には民主主義国家がみんな敵になった。それがアメリカとの戦争になったということですね。もう一つはですね、この軍事同盟を結びますと、軍事同盟だけに関係しているものについて、それがやられたときには出ていかなければならないと。これも亀井さん言っておられましたけど、出ていかなければならないんです。日英同盟のときはですね、地中海まで日本の軍艦が出ていっています。日独伊の話はもう途中で変わっちゃってますから、もうこれはご承知の通りであります。それから NATO 条約はですね、
アメリカも入った時にどういうことがアメリカで議論されたかというとですね、なんでソ連が東ヨーロッパに侵入した時に俺たちが出なきゃいけないのかっていう議論をアメリカの中でも議論してるんですね。だけどそれ、ね、結局入りました。したがって、NATO 条約はソ連が東ヨーロッパに侵入してもアメリカは出ていかなければならない、こういう仕組みになっているわけです。あとはだいぶ書いてありますから、それで省略しますが、じゃあこの中国がこれだけ出しゃばってきたというか肥大化したのにどうして対応するかという話ですが、私はこの同盟的な敵対的行動をするのは決していいことではないというふうに思っています。これは例えば日米同盟ができたとして、その時の仮想敵国は中国です。こういうやり方をすることが本当にいいのかということになると私はいいと思っていません。殴られれば必ず殴り返すんです。それが世界の常識であり僕らの常識でもあるわけです。だからその対策は何だといえばやっぱり国連だと思うんです。国連は機能してないじゃないかと言われますが、人種であり人権でありあるいは貧困でありそういう問題については国連は非常に役に立っているように思います。で、これ国連の根っこは国際連盟ですが、これを作ったのはウドロー・ウィルソンですね。ウドロー・ウィルソンは第一次大戦というのはセルビアとオーストリアの戦争だったんじゃないかと、二国間の話がなんでその世界戦争になったんだということを、言っております。そしてその結果としてどうだったかというと、それにはこの二国間の同盟とか同盟に近い仲良くするやり方がダメなんだと、だから国際連盟的な国際機関が大事なんだということを言ったのがウドロー・ウィルソンです。肝心のアメリカが入らなかったというのは実に変な話ですが、そういうことでございますね。で、もう5分になっちゃったかい5分になったらやめますがですね、そういうことですね。中国問題はね、それからね、アメリカの話ですがね、私は完全にアメリカはね、肩代わりを求めていると思います。肩代わりという意味はですね、俺たちだけで世界警察官はダメだと、これはもうアメリカ人の意識ですよね。イラクになんで行って俺の息子が死ななきゃなんないのかと、こういう話がずっと出てきてるわけですから、おい少し日本がやれよと、この話に尽きていると思います。本当のことを言うと経済でも肩代わりを求めてます。なんだアメリカは金融のばらまきをやめて日本に金融のばらまきを続けさせようと、こういう意味ですから、2つの肩代わりを求めていますが、経済の橋焼きをやめますが肩代わりだということです。で、そのアメリカのベーナーが書いたものがあるんですよね。これ割に日本で出てこないんだけどね、こういうふうに言ってるんですよね。安倍さんが来たらこれだけは言うべきであるというのがあるんです。一に何だというとですね、この彼は非常に間違ったその何て言うんですかね、歴史修正主義者であると、これを直すような発言をしろ。第2番目に、じいちゃんの岸信介はですね、周りと仲良くすることによって俺の国へ来たと、それをやんなきゃダメじゃないかと、今のは中国と韓国と仲悪くしながらやってきたねと、これを言っております。3番目に、自分の意見を言うなと、日本国民の代表的意見を言えということを言っています。そしてその例として、私はこの話はあんまりしたくないんですが、天皇皇后を見ろと、沖縄へ行かれたろと、サイパンに行かれたろと、ペリルに行かれたろと、これが私たちは日本国民の代表だと思っているんだと、勝手なことを言うなと、そういうベーナーの文書があります。もうそれでやめますが、5分過ぎたからやめますが、そういう観点からですね、私は亀井さんなり山崎さんの言われたこんなことやってたら日本は本当に間違った道を歩む、
ということでここへ参加させていただいております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ竹村先生お願いします。竹村又吉です。もう80歳になりましたがまだ生きてます。琵琶湖のほとりでのんびり過ごしているつもりでございますが、やっぱり東京の政治の動きが気になります。たまたま亀井さんに誘われたから今日はのこのこやってきて、皆さんの前に立っております。ペーパーを配りましたので、もう私はこのことを簡単に申し上げるだけであります。とにかく安倍さんは70年続けてきた日本の平和主義をガラリと変えようとしていると思います。海外で武力行使をしないはずの日本が行使できる国に変えていこう。これでは、外国の戦争に日本がいよいよ巻き込まれていくということであります。これまで国防の大黒柱としてきたのはご承知のように専守防衛という考え方であります。これが崩されようとしています。日本は専守防衛を貫いてきたことによって世界の多くの国々から高い信頼を得てきたというふうに思います。またこの専守防衛こそが日本の最大の抑止力ではないかとさえ思っています。歴代内閣は憲法上集団的自衛権を行使できないという考えを貫いてまいりました。これを一定の条件をつけながらではありますが、安倍さんは変えようという新三条件を発表されましたが、極めて表現は曖昧です。分かりにくいです。そして時の政権によって都合の良い解釈が行われる可能性が高いというふうに思います。またアメリカなどにいわゆる協力をしていく後方支援についても、これは極めて高いリスクを負っている。戦っている米国等に対して弾薬や戦闘機の油などを日本の自衛隊が運ぶことは、まさにこれは兵団活動そのものであります。これこそ相手国から見れば当然格好の攻撃対象になるわけでありますが、極めてリスクが高いというふうに言わなければなりません。さらに加えて申し上げれば、今回の安保政策の進め方の問題でありますが、一貫性がないし何か荒々しい感じがします。そもそも総選挙の時には安倍さんも自民党も集団的自衛権の導入は憲法改正を前提に考えていたのではないか、選挙で大勝したらすぐに憲法96条を変えようと、発議条件を緩和して手取り早く取り組もうという考え方が出ましたが、これは世論の反撃にあってすぐに引っ込めました。その後出てきたのはもっと安易な便宜的な道である閣議による解釈改憲という道でありました。いずれにしましても国の基本的な形を変える大きな政策が論議が未成熟なまま何もかも一挙にケリをつけられようとしている感じがします。このことに国民は大きな疑問を抱いているし、国民世論が納得しないままで数を頼んで一方的に強行採決をするなれば、これは大きな禍根を残すことになるだろうと思います。私は3つのことを提案したいと思います。1つは存立危機とか国民のさまざまな大事な権利の侵害に対しては、まさにこれは今藤井先生もおっしゃったように個別的自衛権の幅の中でその運用で対応が可能ではないかということであります。
もう一点は近隣諸国の安全保障環境が変わってきていることは認識せざるを得ませんが、そのためには我が国の自衛力を GDP1% にとどめてきたわけですけれども、これを超えることがあってもいいのではないかと、要するに自衛力を強化する道を選ぶことはあってもいいのではないかと思っています。3番目はそれでも必要があると考えるならば、必要とは集団的自衛権の導入が必要であると考えるならば、正々堂々と国民投票を前提にした憲法改正の道を歩むべきではないかという3点であります。終わります。はい、じゃあ山崎拓さん。私は10日ほど前に、この場で、私なりの安保法制に関わる意見を述べさせていただきましたので、簡潔に、改めてお話申し上げたいと思います。お三方の陳述と大いにダブるんでございますが、今回の安保法制の改正につきましては、大きなポイントが2つございまして、1つは集団的自衛権の行使を容認するという、ことによって、そのための法整備を行うというのが一つでございます。それから、もう一つは集団安全保障の分野に入るわけでございますが、自衛隊の、活動の部隊、あるいは活躍と言ってもいいのかもしれませんが、部隊をですね、地球規模に広げるということ、この2つが大きな柱になっていると思います。で、もっぱら集団的自衛権の行使容認の方にですね、今回の法整備の眼目があるという受け止め方が、最近の憲法審査会における参考人の陳述ということもございまして、そちらの方に再び関心注目が集中してしまっているんでございますが、どうもそういう集団的自衛権この行使の容認問題をきっかけにいたしまして、自衛隊の海外活動の強化ということの方が、あまり議論されなくなっているということでございます。で、私はこの2つが何のために行われるかということについて、政府側の説明、安倍総理の最も好んで使うフレーズといたしまして、積極的平和主義というのがございますが、この積極的平和主義の名のもとにですね、この安保法制の改正を進めているというふうに思うんでございますが、もともと積極的平和主義の確たる定義はございませんで、現在でも我が国は積極的平和主義の立場を取っていると思うわけでございまして、まさに平和主義に徹していると言ってもいいわけでございますが、そのいわば裏付けとなっております憲法上の理念が第9条に書かれているということでございます。で、それにもかかわらずですね、積極的平和主義でなければ国際、軍事情勢の変化に対応できないという、かなり無理な理屈と申しますか、説明が、行われていると思うわけでございます。で、積極的平和主義というのは何であるかということを私なりに考えてみると、結局先ほど来申し上げているように軍事力
をですね、我が国も大いに平和の貢献のために、あるいは国際平和の構築のためにですね、我が国も使おうじゃないかと、これが積極的平和主義の積極部分に当たるんじゃないかと、まあ、そのように考えるわけでございますが、それをやってはならないと、という考え方でございます。で、国際軍事情勢の変化っていうのは、まあ、いくつか挙げられているわけでございますが、中にずく中国の軍事力の膨張、海洋進出、これが挙げられていると。私はかつて2000年当時ですね、2000年当時、1999年か2000年当時、前回の日米ガイドラインの2回目の改定に基づく周辺事態法、ガイドライン法とも言いましたけれども、その特別委員会の委員長を務めましたものでございます。で、あの時はですね、日米防衛協力のガイドライン、周辺事態法と呼んだんですが、地理的概念ではないと説明しましたんですけれども、実際は地理的概念に他ならないものでありまして、つまり北東アジアの平和と安全のためにですね、米軍が日米安保条約もございまして、活動をしてくれることに対するですね、我が国としての支援を強化しようということでございまして、具体的には朝鮮半島事態と、大層中国が嫌いますけど台湾海峡事態、この2つが前提にございまして、北東アジアの安全を阻害する、まあ、大きな軍事的な動きになるというふうに踏まえたもので、で、我が国はその時に米軍が我が国の軍事施設のみならずですね、自衛隊の施設のみならず一般の民間の空港も含めまして、あるいは港湾も含めましてですね、活動安保条約に基づいて出動するということについての支援体制を強化しようということだったわけで、で、ありますが後方支援という言葉を使いませんでですね、我が国は正面と後方は、まあ、後方は先ほど来お話がありましたように平坦でございますから、一体のものでございますので、つまり正面の継戦能力を維持するための平坦でございますから、まあ、そういう意味においてですね、そこまでは、いわゆる我が国のですね、武力行使、とアメリカの武力行使と一体化することにならないように後方地域支援という言葉をわざわざ法律の中でも使いましたわけで、後方支援という言葉は使ってない。で、今回は後方支援という言葉がふんだんに出てくるわけでございまして、もう明らかにですね、正面と後方は一体でございますから、そういう意味においてこの後方支援という言葉を使っているということは、我が国がですね、事実上の武力行使をやると、あるいは戦闘行為に加担すると、まあ、いう意味合いのものでございまして、それが存立危機事態におきましてもですね、重要影響事態におきましていろんな事態があるんでございますが、まあ、いずれにいたしましてもこれが後方支援というのを行うということになっておるわけで、この後方支援というやつは実際に戦闘が行われている地域ではなくて、それから離れた場所にあるという説明になっておるが、そしてまた戦闘区域が移動して危険が迫れば、後方支援活動も移動するということでございますが、そんなことは事実上できませんで、正面と後方は一体でございますから、兵隊を自由自在に動かすということもできないし、その後方支援活動を行っている自衛隊は、いかなる装備を持っていくかということは
一切説明がございませんで、まあ装甲車等を持っていくことは間違いないので、重装備になるわけでございます。でそれを自在に動かすということはできない。戦闘地域が移動すれば、この弾薬も一緒に、持ち運んでですね移動すると、まあ、いうようなことはそう簡単にできる話ではございませんし、またその遠くに行ってしまえば役に立たないということになるわけでございますので、まあ、そういう意味においてですね、この積極的平和主義の名のもとに行われる自衛隊の地球の裏側まで行って後方支援活動をやるということはですね、つまるところ武力、武器の使用と武力行使が違うとか言いましたけれども、武器の使用をやり武力行使をやり、戦闘行為をやるという明らかに憲法違反になる行動を ジャッジするものであると。それは冒頭に亀井先生がおっしゃいましたように、必ず自衛隊が自ら血を流し相手方も血を流させるということに、殺し殺し合う関係になるということは間違いないわけでございますから、まあ、そういう意味において、我が国の基本的国策である平和主義、というものをですね貫いてまいりますためには、今の現行法を整備することによって十分対処しうると。で具体的な例といたしまして、南沙と東沙、東シナ海と南シナ海の話が最近盛んに出てくるわけでございますが、これは周辺事態法のカバーする範囲内の話でございます。それからマラカ海峡の話が別途出てくるわけでございますが、これをもって存立危機事態を脅かすものであると、まあ、いうことで、ありますが、まあ、これも大いに議論のあるところでございまして、まあ、その議論はとりあえず避けますけれども、まあ、要するにほとんど必要性のない法改正であるというふうに思いますし、現行法で十分対応できるものであると、国際軍事情勢の変化という名のもとに行われようとしているけれども、国際軍事情勢の変化というのは中国の先ほど申しましたように軍事力の膨張と、海洋進出、それから、まあ、もう一つ言えば、北朝鮮の、核、戦力の着々たる整備ということがございますので、これにどうやって対処するかということは、まさに個別的自衛権の範囲内のことでございますので、私は現行法の整備があれば十分じゃないかと、まあ、そのように考えるわけでございます。まあ、以上申し上げました。あとご質問があればお答えしてさせていただきます。はい、それぞれの立場からお話ありました。ここでですね、質問時間に移りたいと思います。まず、私司会者、毎日新聞の倉重と申します。当クラブの企画員として今日司会をさせていただいています。私から一問だけ亀井先生に質問して、あとは皆さんに質問していただきます。先生、ですね、この法案のねこれからの見通しなんですけどね、先生は先ほど、まあ、これは国民の、ね、意思を問うべき課題であるとおっしゃったけども、現実に進んでいるのはですね、この国会を長期に延長して何が何でもこの国会中にまあ蹴りをつけようじゃないかという動きが少なくとも政権 中枢では進んでいるような印象を受けています、ね、でじゃあこの、ね、状況下でですね、この問題がどういうふうに転んでいくのかね、その見通しとですね、それからどういう形でこれはね収めるべきなのか、この政局のチャンピオンみたいなねことをずっとこれまでされてきた亀井さんの目から見て、この政局の行き末とですね、これを収拾する知恵みたいなものをちょっと一言だけお願いできませんでしょうか。私にはそんな知恵なんかありませんけどもね、私は新蔵総理は無茶なことはしないと思います。最終的にもしやれば自滅状態になりますね。国民がどのメディアの世論調査さでも今やろうとしていることを支持してない、迷惑な、これは
状況ですね。そういう状況の中で、この国会で強行採決、これやらんとできるんでしょうかね。強行採決もやらんとできるんでしょうかね。そういう形で突き進んでいった場合は、今の国民の反対世論ってのはもっと大きくなるのですね。これをやむことは私はないだろうと思います。そういう中でやっても、やはり選挙の時期を延ばすことはできない。こればかりは参議院もあるだろうし、また衆議院もいずれからね、その時にはもう厳しいこの審判を受けるということはもう当然の話。かつて自民党も270-280取ってておったのが、あっという間に関数割っちゃって、政権の座から素振りに寄ったでしょ。私は安倍総理がそんなに愚かではないと、国民の意思いろんな形で分かるわけですから、そういう中で自分の志と違うかもしらんけど、そういう道を彼は総理として選ぶことはないだろうと。それとね、この議論が進んでいく中でリスクとかなんてことが言われてますけどね、これは戦死者が出る、傷病者が出る話なんです。これはね、自衛隊員が戦死する話なんですよ。これは今の自衛官にその覚悟がありやなしや、これは本当に基本的な問題ですよ。国会議員がいて戦うわけじゃない、うん、国民が行って全部戦うわけじゃない、またそういう状況を国民が認める覚悟があるかどうか、自衛官がいて戦死をする覚悟があるかどうかね、それをねすっ飛んじゃって国会だけで決めたところでね、これはできもしないけど、その前に脳の答えが必ず出てきますよ。また今のね自民党政権、安倍政権というのは白行の上に成立してるんですよ、ね、薄い氷だって、派閥が作った総理じゃないでしょ。今の細田だって、あるいは石原やってるでしょ。ねえ、どの派閥が、総理やったんですか。右バネが聞き出した中で、ねえ、周りにおる、私もよく知ってますが、この連中がそれを使って、本にもなれると思ってなかったの。いわば風ですよ。風でなったの。了解しました。今からね、その風がこんなことをやってて吹き続くなんてね、私は総理がね思うほど愚かではない、はい、それとね、はい、ついでだからちょっと具体的に中で言うとね、はい、中国がどんどんねあんなやっちゃいかんことを国際社会でやろうとしてるけれども、それじゃあ集団的自衛権を認めてね、外国でアメリカを助けるからね、助けるということをねやれば、方針を出せば中国はね南沙じゃなくて日本を攻めることをねやめたということになりますか。攻める意思あればですよ、あるとすればね、抑止力にならないね、中国が今までの日米安保の下でのアメリカの日本を守るという姿勢が、集団的自衛権をねこの認めたからこれはやばいと言って中国がね自制しますか。そういうことはありえないんですよ、これは、はい、だからそういう意味では全くナンセンス。アメリカはアメリカの判断で
世界中に対応してるわけで、日本に対して同盟国であっても同盟のやり方、あり方はね、アメリカがその時に自国の利益を考えながらやる話なんですよ。そんなことは中国は十分承知してますね。だからナンセンスなんだ、そういう意味ではね、はい、と思います。はい、了解しました。では会場から質問を受けます。できるだけ大勢の方に質問していただいて、一人一問で誰に質問するか明確に指してください。で お答えする方も極力1分か2分の範囲内でお答えください。では参ります。じゃあ一番前の方、はい、どうぞ。個人会員の清宮です。今伺ってますとね、まあ、自民党も随分変わっちゃったなと。我々が期待してた自民党は皆さん方のような人たちです。今の坊ちゃん世襲世代はダメですよ、あれ。だけどもこれほっといたらとんでもないことになってしまう。どうしますか、藤井さん。このやっぱり新しい連中っていうか坊ちゃん世代をですね、このままほっとくと日本はおかしなことになってしまう。で皆さん方がもう一遍踏ん張って、そしてこの党を変えていただきたい、私はそう思ってるんですけど、いかがでしょうか。はい、じゃあ藤井さん代表してどうぞ。私今自民党員じゃないんで直接お答えはできませんけれどもですね、随分昔の自民党と変わったと思ってます。そしてですね、真っ当な人はここにいらっしゃるし、もっといらっしゃいます。亀井さんとテレビやった時もですね、マグマものすごく溜まってるよと、私もそういう認識を持っています。私も元自民党ですから、自民党の人とも非常に付き合いがありますが、亀井さんの言われる通りマグマは溜まってると思います。それでね、それがね表に出てこないということは、これも亀さん言ったね、こう言われましたよ、それはいずれテロだと。私もそのことを肯定的に言いました。昭和7年の井上日照の話です。あの井上日照のような どこまで思想家かどうかは別としてですね、リーダーであるとですね、ざーっとそういう動きが出てくるんです。そしてそのあれは格差ですよ。あの時は本当は格差だと思います。井上日照が段卓馬とか、あるいは井上順之助を殺したのは格差だと思いますが、何かの形で政治この思想的な人間が出てきますとね、このマグマというのは突然出てくるというのが私の歴史的認識でございます。はい、ありがとうございました。でどうぞ次。はい、どうぞ。朝日新聞の西本と申します。よろしくお願いいたします。4人全員にお聞きしたいと思います。で今日は、まあ、戦争を知る世代として黙っていられないという思いで、まあ、いらっしゃったという、まあ、最初表明されたんですが、それぞれ4人にちょっと印象深いご自身の個人的なちょっと戦争体験を語っていただいて、あとその上で先ほどちょうど自民党が変わったという話がありました。ここの自民党の変わった点、あと国会論議のあり方で変わった点、気になる点などを、ここが変わったんではないかと、その原因は、あ、はい、まずご自身の戦争体験を少しちょっと語っていただきたいのと、あと今自民党が変わってしまったという話がありましたが、どう変わってしまったのか、あと国会論議も含めてどう変わってしまったのか、その理由は何なのかということをお聞かせください。じゃあこれはですね、まあ、あれですね、山崎さんと亀井さんだな、これね、その戦争体験と、それから自民党の変わった点、一言ずつどうですか。まず山崎さん、戦争体験を気になりましたんですが、私は旧満州の大連で生まれまして、上海で幼少期を過ごしまして、終戦の直前に引き上げてまい、りましたので、まあ、中国との関係は、まあ何と申しますか、そういう自分の出生時の関係もございまして、特別の親近感を持っているわけ でございますが、まあ、当時に我が国が、まあ、中国大陸において振る舞った、行為は幼少の頃から、幼少の時ではございますが、自分で
体験しておりまして、確かに日本の振る舞いは傲慢だったなという感じがいたします。まあ、国会議員になりまして、生まれ育ったところを訪ねてみましたんですけども、まあ、簡単に言えば日本疎開にいたわけでございまして、そこにおりましたアパートにですね、私が行きましたのは1990年当時でございましたが、3世帯中国の方が住んで、そのままの形で住んでおられました。そういう時代でございましたが、日本がかつてその軍事力を背景といたしまして振る舞ったことについて、そして一つの戦争体験と申しますか、反省の気持ちを持っているということがございます。それから帰りましてすぐ戦災に遭いましてですね、私福岡でございますが、空襲が昭和20年の1945年の6月19日にございまして、で天井を突き抜けてですね、焼夷弾が枕元に落下してまいりましてですね、それが不発弾だったので命が助かったんでございますが、で慌てて飛び出して山の上に上がりましたら、すぐ近くが山だったんですが、上がりましたら福岡市全体が燃え下がっているという状況で、ございまして、翌日こわごわ町に、その時小学3年でございましたけど、出かけてまいりましたら、むしろ欠けてる死体や欠けてない死体と申しますか、遺体がゴロゴロしてましてですね、誠に目を背けるような状況が、市内市街地にですね展開しておりました。そういうことが私の戦争体験で、あるわけでございます。二度とですね、その後もうすぐに敗戦を迎えたわけなんですけど、戦争をやらない国に今なっていることについてですね、本当に尊いことだと思っております。この70年間、その後70年間ですね、一切我が国が侵略を受けることもなくですね、自衛隊がこの戦争を通じて主張することなく、主張させることなく、この平和の時代を過ごしてきた、この平和というのは守らなきゃいかんという気持ちでございます。亀井さんどうぞ。子供の頃に戦争負けちゃったわけですから、具体的に私自身が戦争そのものによっての直接の被害を受けておったわけではありません。ただ原爆が落ちた時には小学校高台にありましたが、学校で校庭が全部芋畑にして、その作業をやりに学校に来ておったわけですが、ピカーッと光って大変な地味響きがして、その後焼けた人がどんどん私の村にも帰ってくる状況がつぶさにいましたし、私の姉が女学生でしたが、翌日から動員で広島市内に入って、そしてもう後遺症で、これは亡くなりましたがね、兄は俳句を作ってました。俳句雑誌を後ほど作ってましたので、私の庭に広島市長が杭を立ててくれたんで、覚えてますが、白血球測る晩夏の乾きかなという俳句を残して死んでおりますが、
白血球が上下を始めてとうとう命を取られたわけですけども、放射能が人体にどういう影響を与えるかということは分からないです。今もそうですよ。世界中の学者で分かっている人間はおるはずはありません。もう戦争に負けたら直ちに米軍が広島市に駐留して、最初にやったことは何かと言いますとね、肘山に ABCC もう原爆研究所を真っ先に立ってやりましたね。治療じゃないんですよ。被爆した人たちを、まあ、モルモットと言ったら言葉が悪いかもしれんけども、どんどん連れてきて、そのデータを取ることを一番先やりましたよ。広島のようなでっかいところが、全国他のところは B29 が来てそれまでどんどん爆撃してるでしょ。しなかったんですよ、原爆落とすまでは。綺麗なままで原爆を落として、その測定を測ったんですよ、ね。まあそれで、まあ、日本人というのは過ちは再び繰り返しませんから、なんていうのね、まあ、人の行く火をね広島に置いておりますけれども、まあそういうこともまあ体験といえばそうかもしれません。また朝鮮の方々が、私の家はダムの予定地ですけどね、そこにまでもうおいでになりました。まあ簡単に言うと、悲惨な大変なご生活をしておられましたね。差別ももちろんありました。私は大事なことはね、やはりね、韓国との関係、北朝鮮の関係を含め大事なことは、やはり日本がやったことについて、やった方はいいこともしてるじゃないかという、やられた方はその傷は残るんですよ、いつまでも。まあいいじゃねえかと、一応ねあれしたんだからと。私は被害者と加害者のね気持ちの上のギャップ、これを考えないでもういろいろ村山談話の見直しだとかいろんな問題をね、私は取り上げるべきじゃないと思います。国家は極めて国として残虐なことをやります。世界中の国が、日本だけじゃない、どこの国もやるん、ね、そのことを何もそんなにひどいことはしないとかやれなんだと理屈をつけて行くべきじゃない、はい、の日本民族も我々万全じゃありません。間違いをやることはあるんです。やれ被害者の人に率直にお詫びを、一回お詫びしたからいいじゃないかなんて、それ加害者の言うことです。まあ今日のテーマと違うかもしれませんけどね、はい、そういうまあ思いを私は、はい、出しております。それでですね、時間が来たんですが、まあ、もうちょっと大丈夫ですね。じゃあ大丈夫ですね、山崎さん、大丈夫、ね、じゃあ今手を挙げてる人には皆さん質問してもらいます。質問したい方は皆さん今手を挙げてください。この方だけでいいですかね。 1,2,3,4,5,6,7 ですね。じゃあ、ですね、一番奥の方の方からお願いします。一問だけよろしく。沖縄の琉球新報の中村と申します。よろしくお願いします。沖縄の方では、この安保法制が、進められることによって、沖縄戦を体験されている方がたくさんいてですね、米軍基地があることで、戦争の、攻撃対象になるんじゃないかというような懸念も広がっているんですけれども、その中で、米軍の普天間基地の飛行場が、名護市の辺野古移設に移設されるということもありまして、それに対しては皆さんどうお考えですか。どなたに聞きますか。一人だけ質問してください。山崎さんにお願いします。はい、
沖縄問題につきましてはこの安保法制との関連でお話がありましたんですけど、今おっしゃった米軍基地がある以上ですね、攻撃の対象になるということは安保法制の有無に関わらずですね、安保条約がございますから、なくともですね、これは対象になることは例えば日本と中国が戦うということになれば、あるいは北朝鮮と戦うということになればですね、これは例示としては慎むべき例示だと思うんですけども、当然対象になると思います。で、安保法制との関連をあえて言えばですね、私は今度安保条約の見直しが今回の議論の対象になってないということを主義に思うわけでございますが、でどこが今まで の安保条約、との取り組みの中で違うところがあるとすればですね、それは安保条約では第6条におきまして、米軍はですね、この極東におけるファーイーストですね、における安全、平和と安全のために活動する、貢献するとなっております。その代わり、我が国は施設区域、つまり基地を提供すると、その施設区域が沖縄に7割集中しているという関係になるわけでございますが、それはあくまでもファーイーストになっておりまして、極東という役に、なっておるわけでございますが、極東の範囲というのは、私どもが当選いたしました、頃はですね、まだフィリピンヨークという定義になって、おりましたわけでございます。ところがまさにガイドラインの時期でございますが、橋本クリントン会談におきましてですね、この極東の範囲をアジア太平洋地域に広げましたわけでございます。で、先ほど南沙の話が私ちょっといたしましたんですけども、これはアジア太平洋地域の中に入っておりますから、現在の資源自体法の対象範囲になるということを説明いたしました。ところが今回、仮にですね、安全保障法制が、今のような法案の内容で、決着がつくとすれば、地球の裏側まで、この、第6条の範囲、極東の範囲が広がっていくわけでございますので、これは当然安保条約の改定につながるということになるはずのものでございますが、その議論は、一切ないと。で、これは安保条約と関係のないものであるという説明が行われているわけでございますが、ところがこれは第3次のガイドラインに基づいて整備されている、もう一つの柱がございますから、それからするとその説明はおかしいというふうになるわけでございます。それから安保条約は偏無的であるという指摘がかねてからございまして、つまり我が国は法律的自衛権しか行使しないと、集団的自衛権は行使しないと、アメリカは我が国に対しまして、集団的自衛権を行使するということでございます。砂川判決はそういうことは書いてないけれども、ね、そういう意味だと、アメリカの集団的自衛権行使の話だというふうに私は思うんでございますが、そういう偏無性があるからですね、我が国は基地を提供していると、施設区域を提供していると、それでバランスを取っているという従来の、俗論かもしれないけれども、そういう、解説が行われてきたわけでございますが、今回は集団的自衛権の行使を行うわけでございますので、それがいかに限定的なものであれですね、行うわけでございますから、したがって我が国も集団的自衛権を
密接な関係のある国アメリカに対してこれを行使すると、これを密接な関係のある国という定義がございませんで、ですね、これはもう一つのこの安保法制の問題点の一つでございます。フィリピンもなるで、中国に先週行きましたら中国が言ったんですよ、俺中国とは密接な関係にある国じゃないのかと中国から言われましたわけでございますが、まあこれは向こうも冗談で、あの軍事専門家でございますから冗談で言ったんでございますけど、まあそういう、この問題点もこの法律にあるんですけれども、まあ、いずれにしてもアメリカといたしましても、この密接な関係のある国といたしましては、我が国が集団的自衛権の行使を、行うということで対等になるわけでございますので、あの施設区域の提供は日本はしなくてもいいという理屈はそこから出てくるわけでございますので、沖縄問題を考える上におきまして、ここは一つの論点になるというふうに私は考えておるわけでございます。あの米軍基地は我が国の抑止力として必要であることは、私はずっと防衛を担当してまいりまして十分わきまえている、ものでございますが、まあ、あのへ理屈を言えばそういう理屈も出てくるということでございますので、今回の、安保法制の改正との関係を言われればね、あの海底との関係を言われればそういう問題点があるということをお答えしたいと思います。はい、そちらの方、はい、どうぞ。個人会員であのフリーランス記者の上出と申します。私の質問というよりは、先ほど朝日の記者の方が、あの結局あの今の自民党がどうしてあの何も反対できないような皆様方のようなことは言えなくなってしまったのかという理由について聞いてたのは、ちょっとあのその答えがなかったので、そのことと、それからそれを変えていける見通しはあるのかどうかというあたりを、まあ、あの現地の山崎さんが本当は一番それをお答えしていただくに近いんでしょうか。あのどなたでもいいんですけれども、あのそれについてあのご教示いただければと思います。あの今の自民党はですね、実はあの1期生2期生が大半で、ございまして、安倍総理でもあの昭和30年生まれでございますが、まあ、ことごとくですね、あの戦争を知らない世代、で、あって、あの平和と安全が空気や水と同じように、かつて伊沢ペンダさんという人がそういうことを言ったというふうになっているが、そういう空気と水と同じようにですね、あのただで手に入れることのできる、無償で手に入れることのできるあのものであるという、感覚を持っている世代であると、まあ、いうことがあって、ほとんどあの安全保障問題に、関心がないと。でおまけにあの、小選挙区制度根元において入れられてきた先生方あの国会議員であるのでですね、あのいわゆる小選挙区制度だとですね、あの2分の1の得票を目指しますから、で、2分の1の有権者が強く関心を持つ分野に、まあ、特に力を入れてですね、あの政策を訴えていくということになる。で、まあ、皆様方マスコミの方でございますが、よくご覧になる通りですね、最大の関心事は社会保障であると、あるいはあの経済であると、あるいは、まあ、ちょっと下がるけども教育であると、まあ、いう、まあ、これは三大分野だと思うんですけども、そういう、問題にあのをとらまえて、選挙のキャンペーンの中で訴えていくということになるので、安全保障の問題を訴えて票になると思っている人はいないと、まあ、いうことでございますので、卑怯無関心になると、勉強しないということなので、この安全保障法制についてほとんど党内で議論ができない状況になっていると、議論が成り立たない状況になって、まあ、一部、専門家である我々の世代に近い方の中に若干名分かる人がおりますので、その方が、まあ、リードしている状況になると、そういうことでございます。ちょっと補足していいですか。これはね、国会議員だけじゃないの、今日はマスコミの方です、マスコミ自身がそうなってる。もう言いにくいことを言うけどね、今マスコミ人が言論人としてね、思っておられることをどんどん発信してますか。そういう方もいらっしゃるけど、
私は自粛性がかかっていると思いますよ。私も長い間ではないけど政治家やってますけど、大変な自粛性がかかってきてますね。もう言論の自由が事実上死につつあるじゃないですか。もうこの問題も私は今日は良識ある方々が集まっておられると思うんですけども、ね、そのまま言ったら北朝鮮と一緒じゃないですか、ね、権力で、ね、権力で物を言わせないのと、自粛制で自分たちが物を言わなくなっていくのと同じように、言論の自由を社会から失わしていくんですよ。私なんかの子供の時も言論の自由はなかったです。ないですよ。北朝鮮と一緒だったの。 今の日本が戦後こんなにマスコミ自身が自粛性をかけながらこの問題に対して報道している時ありませんよ。これは皆さん方に言うのはどうかと思うんだけど、国は滅びますね。神様、はい、そこまでしてください、はいはい、ちょっと腹が立ったからちょっと言っちゃって、はいはい、あと残りのこの3人4人ですね。4人で終わり、1、2、3、4、5、5人で終わります。はい、女性そちらの、はい、テレビ東京の森本と申します。改めて山崎拓さんにお伺いしたいんですけれども、まあ、こういった法案の進め方一つとっても、かつての自民党というのは保守とリベラルが本当にこう幅広い議論ができて、で、まあ、お互いを牽制し合いながらある意味一つの今の日本を作ってきた部分があると思うんですけれども、まあ、今のその安倍自民一強体制に対して今もお話あったようにちょっと声が上げづらい、活発な議論ができていないんじゃないかというような指摘もあるんですが、そのあたりについて今どうお感じになっていますか。たくさん簡潔に、おっしゃる通りだと、うん、非常に上げづらい、雰囲気になってまして、一つは、上げるべき、声がないということもあるんでございますが、非常に、まあ、私よくこの表現ですが、ひらめ状態になっておって、ひらめ、ひらめ、みんな上を見てるということでございますが、いわゆる今安倍政権の権力にですね、ひれ伏して、うかつな声を上げると出世の妨げになるという面もかなりあると、思うわけでございます。はい、残りの方、はい、あなた。どうぞ。はい。あ、どうも初めまして。自由な発信の場を求めて NHK を辞めまして、今は東京の放送局の、東京 MX というところと JWF というところで番組をやっております堀と申します。よろしくお願いします。一番皆さんにお伺いしたのはですね、このなぜ今集団的自衛権をこれほど急ぐのかと。で、本当に、まあ、憲法を改正して、まあ、導入したいのであれば解釈改憲ではなくて改憲手続きを経ればいいですし、まあ、今ほどの支持力があるのであれば、それをするのも可能であっただろうに、これほど急ぐのは一体誰がそれを進めているのか、安倍総理なのか、それとも周辺の誰かなのか、いまいちここはよくわからないので、皆さんご存知でしたらぜひ教えていただきたいです。堀さん、どなたか指名して、どなたが一番詳しいかというところです。じゃあ藤井さん、お願いします。これわからないんですよ、僕だってね。だけどね、まずね、安倍さんはアメリカに行ったでしょ。歓迎はされてないんですよ。さっき言ったようにですね、その何ですか、その独特の歴史観を持ってるということはアメリカにとっても許していないんですよ。しかしそれなりにウェルカムとしたのは何だといえばですよ、この安倍さんはアメリカの望んでいることに OK をしてるっていうことなんです。その望んでいることっていうのは何だと、さっきちょっと申しました、2つです。1つは世界の警察官の半分ぐらいやってくれ、半分と言わない
しのある程度やってくれ、もう一つはアメリカの方だってこんなね超金融緩和できないんですよ。そうしたら国が潰れるんですから、少し日本にやらせろと。そうすることによって世界にばらまいた金をいきなり引き上げるのは日本にやらせようと、この2つだと思いますね。つまり今のご質問から言いますと前者の話ですが、私はそういう力が働いたと思います。そしてそれに安倍晋三という人が安易に乗っかっているんだと、こういうふうに考えています。はい、わかりました、ありがとうございます。あと2人、はい、どうぞ。TBS テレビの長谷川と申します。今安倍政権が進めているこの安保法制に関して今合憲か違憲かっていう議論が国会でもすごく盛んに行われていますが、まあ、高村さんも自分がまあ弁護士ということもあってか砂川判決の一部をフレーズを持ってきたりとかしていますけれども、そもそもの議論として、まあ、堀さんもおっしゃってたように立法事実としてそれだけの必要性があるのかということについて皆さんにお伺いしたいのが、そもそも立法事実があるのかないのか、これについて皆さんご意見をいただければなと思います。どなたか一人お願いします。立法事実があるかどうかってことですね。それにする必要なファクトがあるかどうか。先ほども話がありましたように、憲法9条、まあ、1項と2項とがありますが、ご承知のように国際紛争を解決する手段としての戦争放棄や武力の行使をやめるということを宣言して、そのために戦力も持たないということを明確にしているわけであります。ですから集団的自衛権はもうそこの項目をごく素直に読んだだけで、国際紛争を解決するためにこそ集団的自衛権は発動されるというふうに認識をするならば、憲法はそれを明確に否定をしていると、明文上否定をしているというふうに我々は理解をしなければならないと思ってます。はい、最後どなたでしたっけ。はい、じゃあその女性を最後にして。はい、朝日新聞の市川と申します、よろしくお願いします。自衛隊派遣ということで言いますと、まあ、イラク戦争12年前のイラク戦争のことがあると思うんですけれども、そのイラク戦争の教訓というものを安倍政権がどのように捉えていると考えられるのか、特に小泉政権時代に深く関わっていらっしゃった、山崎さんにお伺いできればと思います。イラク戦争の教訓について申し上げればですね、私は今朝日新聞とおっしゃったので申し上げます、朝日新聞にも記事を投稿させていただきましたんですけども、行き過ぎがあったという表現にいたしました。でそれは当時ですね、2003年当時でございますが、3月20日にイラクに米軍を中心として侵攻を開始したわけでございますが、その前の2月に、当時 のパウエル国務長官が来られまして、私は自民党の幹事長でございましたが、公明党の藤場幹事長と、それから、今をときめく総務会長である二階さんが保守新党の幹事長でですね、この、3人で、アメリカ大使館で、お話を聞きました。で、パウエル国務長官が強調されましたことは、イラクに大量破壊兵器があると。この大量破壊兵器の存在が、この地域における安定性を著しく阻害していると、したがってこれを除去しなければならないということで、この地域の平和と安定は何ぞやということを伺ったときに、それはイスラエルの危機であると
ということを漏らされました。で、まあ、そういうことで、ございましたので、私はストンと落ちましたわけでございますが、なぜかというと、アメリカにおけるあのイスラエルロビーの力というのを、私なりにですね、日本アラブ友好議員連盟の私事務局長を長く一体しましたので、アラブ対イスラエルというその対立行動の中で、あの最初の、駆け出しの頃の外交体験を積みましたから、よくその感覚があるわけでございます。ストンと落ちたわけでございます。 そこで、まあ、それはそれとしてですね、あの日米関係を重視する観点からですね、アメリカのインテンションというのは理解できるから、じゃあ、 小泉総理にですね、我々三党幹事長で、ブッシュ大統領の要請に、まあ、その要請は開戦に同意するということですが、あのアメリカの開戦に同意するということについて進言しましょうと、まあ、いうことで、進言をいたしましたわけでございます。まあ、その後イラク特措法を作るということの作業にも当たりましたんですが、で、あの今のご質問から言うと、その結果何が起こったと思うかということでございますが、あの実態的にはあの、自衛隊を送ってくれということになって、サマーというところにですね、あの、自衛隊の基地を作りまして、人道復興支援を行いました。あの後方支援を行ったわけではございません。人道復興支援を行うと、つまり、当時の認識ではですね、自衛隊の海外派遣は許されるが、海外派兵は許されないという厳然たる線引きがございましたから、今度の法案で海外派兵が行われるということになりますから、ここはまた重大問題でございますけど、まあ、そういうことで復興人道支援を行ったと。で、しかるにですね、この大量破壊兵器があったかどうかということでございますが、なかったと。で、パウエル長官は後日談でですね、自分の人生の中で最大の判断の誤りだったと、米国 CIA の申告を信じたのが間違いだったということを実感しておられるわけでございますが、その間違いがそのまま我々の間違いになったわけでございまして、それで、あの大量破壊兵器を除去するために米軍が突っ込むことについて賛成をし、かつあのそのイラク戦争に対しまして、我々はあの復興人道支援ということにとどめる意味合いにおきまして、あの協力をいたしましたわけでございます。で、その材料破壊がなかったということが、まあ、最大の問題でございまして、その後あの、まあ、継戦いたしましたんで、何を大義名分にしたかというと、その米軍の方でございますが、それはサダム・フセインの専制政治を、これをあれすると、あの、まあ、これを除去する、大量破壊兵器の代わりにですね、専制政治の除去という形に変えましたわけで、サダム・フセインを結果的には見つけ出して処刑いたしましたわけでございます。その、まあ、幕僚がですね、現在のイスラム国のバグダディでございますから、バグダディは捕まって、それから投獄されてですね、まあ、まあ、処刑にはならなかったわけでですね、まあ、かなりあの、まあ、なんていうか、リンチを受けましてですね、脱獄した結果、現在の、アメリカを恩敵とするイスラム国というのを作って、今活動していると。で、今度、まあ、その辺のところはですね、アメリカにイスラム国の製造責任があるという言い方を私はあえて、まあ、多少面白みを加えて言っておるわけでございますが、その製造責任のアメリカに加担した日本にもあの責任があると、まあ、小泉総理が一番の連帯責任者であるが、同時に我々三党幹事長も連帯責任の責めを負うと、まあ、いうようなことを、まあ、言っておるわけでございますが、今度の安保法制が整備されるとですね、私が非常に恐れることは、あのイスラム国対峙に、自衛隊が動員されるということでございます。まあ、後方支援という形を
体裁を取ると思うんでございますが、それでなくともですね、この、今イスラム国はイスラエルをやっつけるという宣言をしておるんでございますが、歴史的にですね、このイスラエルと中東諸国の対立は、これはもう解消できない根深いものでございますので、この中東紛争というものに日本は軍事的に関わってはならないと、湾岸戦争のトラウマというけれどもですね、あの時は参戦せずにですね、お金だけ出してバカにされたと、まあ、いうことになっておるが、私はあれでよかったと思うんでございます。で、終わった後フェルシャンの奥まで行きまして総会活動をいたしましたから、あれは現行法で行ったわけでございますので、少なくとも今ホルムズ海峡の問題になっているけれども、現行法で総会活動はできるという前例を作っている。もちろん戦争終わりました後でございます。戦争中に総会活動に行く手はないというふうに私は思うわけで、現行法で十分じゃないかと、まあ、いろいろなことを申し上げましたけど、今のご質問にお答えいたします。はい、イラク戦争の教訓を安倍政権が全然踏まえてないと思いますね。簡単に終わりました。では質問はこれで次第と思います。それで今日ですね、皆さんにそれぞれまたいつものように記号していただいたんでね、これをちょっと掲げてそれぞれ最後一言ずついただいて終わりたいと思います。最後一言ずつ。じゃあ竹村さんからちょっと捧げて掲げてちょっと一言。別に趣旨を、意味はありません。深い意味はありません。すべての人が優れているということに書きました。自分の作った言葉です。私は、はい、みんなと仲良くするのはいいけれども、背骨はしっかり持っとけということです。何を持っとけ。背骨。背骨。はい、じゃあ亀井さん。外も内も誠をもってやっていくということに尽きると思います。言葉でごまかしはいません。今の国会を含めて言葉でごまかそうとしてるんですね。もうこれはいかんと思います。はい、私は国策を早まる流れと書きましたんですが、これは今のような安全保障政策の大転換で日本が平和主義をやめて、軍事力を行使する国に、変わるということは国策を誤ることだという意味でございます。はい、ありがとうございました。これでじゃあ緊急記者会見を終わりたいと思います。